いきましょうかね。いやいやー、やってまいりました、静岡ね。はい。はい。いやで、ここが、焼津。いやー、やってまいりました、焼津。ちょっと嬉しいなー。焼津は何、やっぱりお魚ですか？そうですね。お魚有名ですね。港町なので。お魚は何がいいと？お魚は焼津、シマグロ、マグロ、カツオ。うん。ね。静岡ってなるとね、桜エビとか生ゆず、うん、白福も美味しかった、うん、食べましたね。はい、というわけで、はい、皆様こんばんは。こんばんは、はい、6時になりました。笑顔咲くハッピーママチャンネルです。はい、この番組は清水で、パラダイスカフェをやっております、ママたちでお送りしている番組です。あと With Naoko よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、今日はオープニングテーマソングを流していただきました、今日のゲストですね、はい、代々エネルギー治療家でラブレイブのジェウスさんにですね、今日福岡からですねお越しいただきました。遠くからよろしくお願いします。はい、もうもうあの無駄にですね、毎回ラブレブゼウスっていう、ね、あの基本サングラスといろいろやってるんですけど、今日は、ね、今日はちょっとねそこまで頑張らずに、はいはい、そうですね、今日はお話し会でね、静岡にねお越しいただいたんですね。はい、なのでお話し会の方は全くもうラブレイブの言葉全然出してはないので、ちょっとじゃあラブレイブのお話とか聞きたいなと思って。ラブレイブね、ラブレイブって何ですか？ラブレイブはね、なんかあのね、愛と勇気でラブとブレイブ合わせてラブレイブね。でなんかあの俺たちでね、すっごくヒーローに憧れてたと、うんうんうん、でね憧れてるだけじゃなくて、うんうんうん、なんか、ね、そしたらね、ある友達が、まあ、大使ってやつがいてね、なんかそれこそそういった人の夢いっぱい集めてて、何万人って結構な数集めてるなって。今年に関しては大使で調べて、ドリームアーティスト大使みたいなやつで調べると出てくるんだけど、夢を、面白い夢に1000万やるっていうのが今回、やってますからというのをやってる大使っていう男がいて、まあ、そいつ調べてもらって、なんか面白いこと考えてる人はね、ぜひあのそれもねやってもらったらいいと思うし、その大使から、あのそんなもうヒーローやっちゃいなよ、そんなに好きなんだったらって、いやそんなやるなんておこがましくないみたいなはい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 、はい、で今でこそご当地ヒーローなんていっぱいいるけど、やっぱ約10年前まだそんなにいないのよ。だからヒーローやっちゃっていいと思っていいよやりなよで、誰かが始めないと、そういう時代があったそう、誰かが始めないとって言われて、嘘みたいな、分かった、じゃあやるみたいなことをアポロンと話して、でラブレイブをやろうっていう、もうその自分たちがね、そのもうヒーローとして生きようじゃと。だからなんかね、例えばスーパーマンがね、こそっと、工場で仕事してたとします、スーパーマンが今日やってらんねえとかね多分やらないと思うんだよね。もし自分がスーパーマンだったら今日どう生きるのっていうのってすごい、シンプルになるんだよね。なんか自分が安定してないから感情でいつもブレってイライラしたりなんとかしたりするけど、どんな時も自分はヒーローなんだよっていうのを、そのだから俺たちはどこに行く、今日もね静岡に何しに来たって言われると、パトロールっていうような人がパトロール、そうだから愛と勇気といいパトロールといい、だからアンパンマン、そうなんかね、あそうなの、実はね、あのそれこそアンパンマンは愛と勇気だけが友達なのに、あんなに友達いるやろ、ということは愛と勇気があれば友達たくさんできるんだよってことだから、友達たくさん欲しいとか思わずに、なんかまずは愛と勇気をちょっと手に入れてもらったら、あんなにたくさん友達できるからねって
いうのもあって、うん、この愛と勇気っていうのにちゃんと絞っていこうっていうので、うん、一応ラブレーブっていう、でラブとブレーブを合わせてラブレーブになっちゃうじゃんって。でね、これ見て、そしたらね、うん、LOVE ね、うん、愛の中にブレーブがあるんよ。あーすごいのできたと思って、もうめっちゃ喜んどったとね、うんうんうん、そしたらね、ある日ね、うん、ローブレイブって呼ばれたわけ。ローブレイブ、うんうん、呼ばれちゃった。え、勇気少ない？あ、ローだから。でもなんかね、ラブレイブが来た時にもう降りてきたぐらいの勢いで喜んでしまった俺は、ローブレイブって言われてからやっぱ1ヶ月間が立ち直るんだよね。だってもういろんな曲もさ、うん、そのいろんな、ね、もうプロのアーティストたちに頼んでしっかり作り上げたからね。で そしてローブレイブどうなんってなるやん。それはショックでしたね。でもね、ある時分かったと。勇気はね、うん、愛があったら勇気ってほんの少しでいいんだなと思ったと。もう愛があったら勇気はちょっとでよくて、多すぎる勇気は実は人を傷つけるし、あーローブレイブでよかったんだって、あ、これでよかったんだ、やっぱりあの時こう自分が感じたこれなんだって思った気持ちは間違ってないなと思って、だからまあゆっくりでいいからいろんな活動してって、なんか最後にね、あのなんか英語辞典に、英語辞典とか英和辞典とか AA 辞典みたいなやつに出たらいいなと思ってるわけ。 LOBRAVE 愛と勇気の者たちみたいなね、なんかその辞書に載ったりとかさ、一番面白いじゃん。それも世界の方のね、面白い。なんか一応そういうどうしようもない野望は掲げてる。面白い。辞書に載ろうぜっていう。そうそう、親父がやっぱそのいろんな研究してる中で、やっぱり大英博物館に、大英辞典に乗りたいと、いうこといつも言ってたから、あの人が大英辞典に乗りたいんだと、俺は普通に辞書に乗りたいなっていう。なるほどね。うん、なんかそんな、またどうせお前話してしまったな。まあいいか。じゃあ今日はパトロールに来ていただいて、どうですか静岡焼津、うんうん、この町も平和だ。よかったです、うん、よかった誰かがね、平和を守ってくれてるんだよ多分。まあ平和です。平和なので、はい、ありがとうございます。じゃあラブレイブは、うん、ゼウスさんとあともう一人いますよね、うん、アポロンさんと、ね、実は一昨日ちょっと名古屋で2人にお会いしてるんですけど、そうゆかりと私がね、行ってきてね、そうすごい面白いよね。面白かった、ね、本当に面白かった、ね、アポロンはね、それ面白いよ。面白いだけじゃないよ。面白い、うん、真面目だしコツコツだし、うん、もう、うんうん、あんな人いないから、うんうん、本当に、ね、面白いよ。いつも俺たち自分たちの必殺技ばっかし考えてるからね。いいですね。もう暇な時間は必殺技を考えるとよ。平和やろ。いい年齢の大人だよ。うん、必殺技、ね、あ、ちなみに俺の必殺技、うん、なんか まだ知らない？ちゃんとウィキペディアで読んでてね。あのね、一応俺の必殺技は、うん、ドモホルンキックっていう。若返る、若返る、お肌が綺麗になる。で、なんかイライラしてた女性が、肌が綺麗になったかも。みたいな、なんか、で、なんかもう、その、なんか苛立つのとかやめて、あの、なんか、さっきまでイライラしてたもんね、みたいな、なんか、みたいな感じになっちゃうキックなの。どんなキックなんだろう。ちょっと、ドモホルンキック。ちょっと、そっぱざって今の。なかなか簡単には見せられんね。あ、そうなんだ。うん、
あのウルトラマンみたいに巨大化もせないからし、ちょっとこのスタジオの難しい、難しい、うん、難しい、そうそう、そういうね設定がね、もうチョコレート工場が壊れてそこでこういうものを見つけ出して、そこからこんな風になったのとか、アポロンがずっとねあのラブレイブのねなんか物語を考えるのが好きなのアポロンさん好きだよね物語考えるの、うん、大好きだよね、うん、だけどそれをよかねアポロンよかよかそれそれよかって言ったらアポロンがずっと言い続けるけよかねっつって言ってそれだっけ面白いよ面白い、うん、それがこのねあるからこそ今のアポロンさんがいるんだと思って、本当にお話を作るのとか展開させるのがすごい上手で、しかもそこに入り込む力っていうのがすごいなと思って、うん、そこからの気づきね、世界を作っちゃうもんね、作り上げちゃうもんね、だからすごいいい男ですよね、そうなんです、本当に面白いお二人で、でラブレイブをラブレイブ、うん、でもね本当ね、あのね、みんなねもっとみんなパトロールしてほしいんですよ、じゃあ私たちも結成しちゃうね、あのね、なんかね移動になっちゃってるんですよみんな、移動じゃなくてパトロールになった瞬間に非常になんか面白いよ、いろいろ見るしね、うん、なんかね、なんか俺車に乗るやん、エンジンかけるやん、スタートする前にゴーっていうゴーって、でちょっと走り始めるだけでもうすごく平和だよ行くときにドンって言えばいい、ゴーとかね、ゴー、ゴー、うん、ゴーゴー、うん、ゴーゴー、うん、ゴーそれだけでいい、私たちなりのもさ、そうかね、そうだね、そうしたらね、だからなんかもうほんとね混んでても、うん、パトロール中だから、うん、あ今日も皆さんご苦労様でございます大丈夫で平和でございますねって、たとえ喧嘩がそこであったとしても、うん、いい喧嘩しよるよかったしよるよかったでね、もう基本何誰のことも止めもしないし見守るみたいな、見守ってはいるよ、うん、そして肯定する、肯定する、うん、あ面白い、ナイスファイトだけどそれって本当になんか日常を楽しく過ごせる秘訣かもしれない、うんうん、そうだ ね、 そ、 うだ ね、 ね、それがね、うん、あのなんでそういう風にしようって思ったかとかもやっぱ俺たちの中にあって、うんうん、俺たちそのちっちゃい頃は少年仮面ライダー隊っていうのがあってさ、うん、あの自転車にピピピピピピっていうボタンが今の車自転車ついてないじゃん、ちっちゃい頃なんとここら辺になんかこんななんかビームが出そうなやつがついててさ、ビビビビビビビやってさ、であの自転車に乗って走るだけで我々少年仮面ライダー隊になってもうパトロールしてたのよ、当時当時どこに行くのもパトロールだったはずなのに、でなんならあのあとこうちょっとばあちゃんのねなんか布があってさ、その布ここに巻くだけでさなんかスーパーマンみたいになれてさ、なんかあれで俺たち幸せだったはずのに、いつからなんか不平不満の大会になってしまったんだろうみたいなとこがあって、だから今日は巻いてないけど、ただもう巻くだけでいい、いつでも風に、なびいてるマフラーをつけて、でそれでもうただあの少年仮面ライダー隊の気持ちの頃のままのようにどこに行くのも、なんか車も自転車も歩くのも行けたらいいんじゃないのっていうことで日々パトロールパトロールちょっと見習いましょう、じゃあそのパトロールを私たちも女性陣で結成してですね、パトロールに行ってきましょう、ね、見守りパトロールね、いちご行ってきます、いちごやりましょう、じゃあ今日もよかったかわいいかわいいね、会った時にみんなで大丈夫大丈夫え楽しいね、すごい楽しい、そうそんシンプルでしょ、シンプルシンプルシンプル、何も頑張ってない、うんうんうん、昔やってた、うんうんうん、それを僕の年になっても普通にやってるだけいいですね、
だヒーローとして生きるっていうのをただただやってる。だからこんな時ヒーローだったらどうするのかなって毎回考えることが非常に面白い。そういう視点ヒーロー、うん、だけどそれがね、なんかお釈迦さんだったらどう思うかなとか、キリストさんだったらどう思うかなとか、なんかそれでいいと思うよ。なんか憧れるものの考えを借りる、そしたら少し落ち着くっていうかさ、で自分がやりたい行動になるような、やりたい自分、見せたい自分に近づくような自分にした方がいいのね。見せ方と見られ方の一致っていうのがあるの。この見せ方と見られ方の不一致があると人はトラブルになる。なるほど、そうか。自分はこう思ってたのに違ってブツブツ言われるとだいたい討論になっちゃうわけね。で毎回例えばさ、お盆ジャパってこぼしちゃう人がいたとして、あいつ毎回こぼすやつだよねって、もうみんなもう見せ方と見られ方が一致しててさ、あいつこぼすやつだよねってなってたら、見事みんなの目の前でこぼしたら、来たってだけの話でしかないよ。なんならこぼれた瞬間に一言も言わずに拭いて元に戻す人が毎回のことになったら出てくるよね。そんなにトラブルじゃないわけない。でも僕は絶対 こぼさないから任せてくださいっていう雰囲気を醸し出してて、あらららららららってやる、うわってやっちゃうと、もうそうするとそれは大トラブルになる。見せ方と見られ方が不一致しちゃうとさ。だけどこの時間でちょっとなかなか話して説明するのもったいないけど、まあ、伝えれないけど、だけどぜひね、なんかトラブルあった時にはね、自分が思って見せようと思ってたのはこれなんだけど、見せ方はやってみたところ相手にはこういう風に捉えたなのか、相手にはこういう風に捉えたのか、そこが不一致してるからただことが起きてるだけだから、まずそれを一致させる。で俺たちはヒーローとして生きるっていうところとか、そこら辺を見せ方として、見せ方と見られ方の一致を取ろうとしてるわけで、そういうヒーローである自分としてみんなから見られたいし、だから僕はこういう風に見せますっていうのをしたいから、ヒーローだったらどういう風にするかなっていうのをできるだけ考えていきたいから、普段からこれ筋肉マンになったらどうかなとかねなんかそういうちょっとしたヒーローだったらっていうのをいつも考えるようにしてて、まあミスチルのヒーローだったら名乗り出らんやろうなとかね、そんなことばっかり考えてる。本当だ ね、 ね、うん、なりきってみようか、ね、そうだ ね、 ね、うんうん、楽しい、楽しい、ね、うん、でそれこそね、別に女神とかでもいいったいね、何でもよくて、自分がそれになってそれだったとしたらっていう、だから非常にやっぱり10年ぐらい前にさ、ゼウスっていうね、この響きを背負うのはすごく重たかったしきつかったけど、でもゼウスだったらっていうのとかやっぱずっと共に生きていくわけでしょ。じゃやっぱり約10年弱経って、やっぱり 2,3 年経って5年経って、やっぱ8年ぐらい経った頃には、ああねーってよかったなって思うんだよね。そういうふうに考えさせてもらうきっかけをもらえたこと自体が本当によかったなって思ってて、なんかそういうふうに思うようになった。まあ、そんな感じでヒーローのね、ゼウスさんなんですけど、実はすごいエネルギーを、無理くりそっちまで行くね、やっぱりね。いや今日は肩書きでエネルギー治療家なので、もうすごいんですよ、本当にゼウスさんのエネルギーを、この何、まあ、そうね、なんか、治療家ってエネルギーアーティストだとやっぱり自分でも思うんだけど、なんかエネルギーをもっとアートできるんじゃないかなと思ってて、みんなの思いみたいなエネルギーを、だからさっき の今回ね、お話し会で話させてもらった話とかは、僕の中ではあの感じがアートなのよ。アートのもう あの感じにエネルギーがなった時にもう感動でアートなわけ、美しくてしょうがないわけ。どうやったら一番このエネルギー美しくなるっていうのをただただ、本来だったら
もう無理とか思ってやめた道、昔過去別れ道で、ね、切り捨てた道とかをもう一回愛してどうなって、これがもう俺の中でアートなわけないよ。その枝をどういう風に飾るじゃないけど、でなんかそういうことを多分してんだろうなって思うけどね。うん、まあ、なかなかねこんな短い時間じゃ話しようがないけど、そう、ね、うん、そう、過去の選択するこの枝分かれのそのお話すごく良かったですね。ね、あの選択するとどっちか片方は選択しないっていうことが起きて、そこって切り捨てられてっちゃうんだけど、で過去のことでね、あの時にあしなかったからって後悔したりとか、そういう風にしがちだと思うけど、ゼウスさんおっしゃってくれたその選択しなかった道もこのそう、ね、ちゃんと頭の中で育ててあげるの、そこをこう展開させていって、あのイメージですかね、そうだね、していくっていうね、だ今の自分だったら多分どうだったんだろうなってなんとなくわかるじゃん、あ俺もあの時は多分こっち選んでんだよなとかね、その後どういう風になっていくなって絶対苛立ちが溜まってて、その後の10年間見てもああこういう人生だったから絶対こっちでもこういう風になってるはずだからとかが見えるからさ、それをずっと伸ばしてってちゃんと育ててあげて、どっちでも幸せになったことを知るっていうことを知ると、なんか今後未来の分かれ道が2つあったとしても、どっちもうまくしかいかないことが分かるからすごく安心できるから、なんか過去のどっちはいいどっちが悪いをやってる人は未来のどっちがいいどっちが悪いにとらわれるし苦しむから、ぜひあの過去をね伸ばして愛してあげてねっていう話、すごく素敵、すごい癒されますね、さあもうあと3分ぐらい、そうですよ、あと3分くらいです、そう25分までなので、ちょっとね、でも一つなんか少し話しとこうかなと思ったの、話があって、子供たちのね幸せって何だと思います？そのラブレーブがねやっていくことだと思ってるんだけど、子供たちの幸せって何だと思う？時間がないからもうサクッといっちゃうけどね、あの僕が考えた子供たちの幸せって、俺結局子供たちが泣いちゃったら自分も泣いちゃうし、やっぱ悲しくなっちゃうから、やっぱり子供たちが幸せになってほしいんだよね。ってことは子供たちの幸せは孫、僕たちから見て孫、自分の子供たちの幸せなんじゃないかなと思ってるわけで、ってことは孫の幸せはひ孫の幸せなんじゃないかなと思ってるわけ。だからひ孫が泣いちゃったら多分孫泣いちゃうんだよね。で孫が泣いちゃえば娘泣いちゃうんだよね。だからそうやって連鎖してんだなってことに気づいたのね。だから俺たちラブレーブはやっぱり100年後や1000年後にも笑えることだけに命を使っていこうっていうことに一応集中はして俺たち生きるようにしてて、でかとあっていってもう一つがやっぱり未来から、俺が笑いさえすれば親父が笑い、親父が笑えばじいさんばあさんが笑いっていうね、そうやってひいじいさんひいばあさんが笑いってなってくるから、基本的には俺たちはあのちょっとね一応エンディングテーマかけんという関係ね、エンディングテーマをね、そうそういう感じでね、いつもだからね絶対笑ってようって決めたわけ。俺が笑ってさえいればあの親父もおふくろもじいちゃんばあちゃんもひいじちゃんひいばあちゃんもひいひいじちゃんひいひいひいばあちゃんも千年前の人たちもみんな笑ってくれるんじゃないかと思って、あの自分だけの笑顔じゃないと思って、あの自分の人生を生きることに決めたのね。だから千年以上の過去があって、そしてこのこれから千年先のために時間を使える人になればなっていうね。はい、そんな話でしたけど、素敵です、素敵な話だったね、ね、本当に心から笑っていられるっていう、そんな人生を送りたいなって思いました、本当だね、ね、本
当に今日ははるばると、ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。素敵なお話をしてくださいました。ありがとうございました。また静岡、そして焼津に遊びにいらしてください。はい、お待ちしてますね。ありがとうございました。ありがとうございます。では今日は、エネルギー起業家のゼウスさんにお越しいただきました。はい、はい、それでは皆様またね。またね。バイバイ。みんないいですか？愛と勇気のね、ラブレイブでね。せーの、愛と勇気のラブレイブ。OK。はい。ありがとうございます。はい。